下関の創業支援が激ツはい、トリうもチャンネル始めていきたいと思います。8月2日水曜日。はい。えー、というわけでね、まあ、昨日の動画でお知らせした通り、まあ、2日間ね、まああのまあ、いわゆる人手不足休業、まあ、ちょっと体調がね、皆さん悪くなっちゃったので、えーまあ、ちょっと整えるためにね、まあ、2日間休業を、ね、いただきましたということで、で今日はですね、あの下関のね、 えー、創業支援メニューっていうのはね、あのー、司法の方に載ってましたので,で、こちらをね、見て、見てるとですね、めちゃめちゃ激ツというかね、手厚すぎるっていうぐらい手厚かったので、ちょっと紹介していきたいなと思うので、とりあえずこれ見てみてください。はい。えー、まずね、ふるさと起業家支援補助金っていうのがありまして、クラウドファンディング型の ふる,さとをふるさと納税を財源とした補助金を交付する制度ですと。地域資源の活用や地域課題の解決のための事業をしないで行う企業家など、上限が500万。で、き物件活用ビジネス支援事業補助金っていうのがありまして、空き物件で小売飲食サービス業を開店予定の方に家賃や店舗改装費等を補助する制度ですと。 えー、空き物件を解消支援活な事業展開を支援しますと。えー、空き店舗や空き家を、えー、賃貸、えー、所有また,は、えー、または管理し、自ら、えー、事業を行おうとする方と。で、家賃補助が、えー、3ヶ月分の支払い家賃の3分の1以下。上限が20万円、えー、ということで。で、あと店舗改装費が、えー、対象経費の2分の1以下。 で、えー、上限額が100万円ということなので、満額ね、もらえる人だったら、これ、もう単純に立ち算したらですね、620万円ね、出ますよという計算になりますので、620万って言ったらもうほとんどね、ノーリスクやねえかっていうぐらいの、もう手厚い、えー、本当に手厚いね、えー、支援だと思いますので、あ、これを使ってみんな、 ね、最近なんか昨今あっちゃこっちゃでね下関、えー、独立ね回転ラッシュですよみたいなね加工動画でもねうあここもねあの回転してるここもお店やってるあの、ね、なんか工事してるみたいなね話をよくしてたんですけれどもこれかと思ってねうわーすごいなと下関いいねめちゃ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 手厚いやねえかと、ね、思いまして。 えーまあ、これね、やらない手はないなという感じでね、えーまあ、地方にも載ってね、えー、結構、あのー、この情報が、ねまあ、拡散して、まあ、新たに、ね、やろうっていう方も増えるでしょうから、あ下関は、まあ、企業ブーム来るなあっていう感じでね、まあ、この、まあ、予算もね上限があるでしょうから、みんながみんなもらえるわけじゃないんでしょうけれども、まあ、マックス620万というのはね魅力的だし。 えー、まあこけたとてねまあそんなに致命傷は負わないだろうから、えー、すごいなという感じでしたねまあちなみに、えー、私が17年前に、えー、まあ起業した時は、えー、まあ全部ねあの自分で、えー、やりましたという感じで、えー、うちの店がね、まあ、ほとんど居抜きで入ったんですけれどもまあこの張り替えとかね床を張り替えて壁と張り替えてぐらいな感じなんで 仕入れ金額とかを入れて、トータルで200万ぐらいで済んだんですよね。だからまあ、あのー、言ってみればですね、あのー、中古、中古自動車ぐらいかな。まあ、新車、普通車の中古自動車を、まあ、こけてもね、えー、新車、あの中古車、中古自動車1台分ね、あの、事故って、ね、廃車にしたと思えばいいかというぐらいのね、えー、感覚でやってましたので、 えー、まさかね、まあ、こうやって17年目を、ね、迎えられるとはね、まあ、夢にも思いませんでしたけどもね、まあ、それもこれも、えーまあ、創業当初ね支えてくれた、ねえー、スタッフの皆さんと、まあね、歴代の、ね、アルバイトの皆さんと、えーまあ、現,在現在もね働いてくださってる、ねまあ、スタッフさんのおかげあとは常連さんね、えー、下関市民の、ね、皆様のおかげでなんとかねコロ、えー、ちゃん3年間をね、えー、生き残りましてなんとか。 え今もね、まあ、ちょっと虫の域ですけれども、えー、何んとか生存ね、えー、しておりますよというね、状態でございますということでね。まあ、だからまあ、あとね、えー、こんだけもらえるんだからね、あと腹くくるだけなんで、えー、もう本当に、ね、若い子こそね、20代の子こそう、こうこそやったらいいのになと。結構、まず、あのー、創業、起業するっていうのはね、結構メンタル、えー、ストレス半端ないので、 まあその例えば、店をやるね、もう本当に何週間前、1週間前ぐらいとかは、本当に、えー、私も、えー、何キロ痩せたかな、5キロぐらい痩せましたからね。えー、なので、結構ね、あのー、体、心身ともに応えますので、なるべくね、えー、若いうちにやっちゃった方がいいと思いますね。まあちなみに私は27歳で、えー、ねスタートを切れたので、まあ、割りかし早かったんでね、まあ、何度か。 えー、自分の体をね、えー、酷使して、えー、己の体をね、えー、ブラック、えー、一人ブラック、えー、にしてですね、まあ、使い倒して、なんとかね、えー、今の、えー、状態になっておりますので、まあ、本当にね、まあ、丈夫なね体に産んでくれたね、まあ、両親にただただね、感謝する日々しかないですね。これがね、本当に、まあ、起業するときにね、本当に必要なのはね、 あの病まないことと、まあ、あとはね、あのまあ、病まないというのはその、ね、心が病まないというのと、あと体が病まないということですね、まあ、2つが大事だと思いますし、まあ、体がね、丈夫じゃないと、本当にね、やっちゃおれないというかね、えー、しょっちゅうね、あ倒れてたらね、えー、起業なんかできないんでね、まあ、ある程度本当に体が丈夫な方じゃないとなかなか起業はできないというかね。まあ、 休んだらね、何も保証はないわけなので、まあ、最初はね、こうやってスタートアップは、あまあ、下関市がですね、まあ、手厚くね、あの、支援をしてくださってるから、まあ、いいでしょうけれども、まあ、始まったらですね、まあ、あとは自分で、自分の食いちをね、稼いでいくしかないので、えー、まあね、そんなしょっちゅう体壊しましたって言っからね、休んでたら、まあ、うちも、えー、ね、えー、まあ、人手不足で今休、休業中ですけれどもね、これが続くとですね、本当に信用問題で、 まあ誰もお客さん来てくださらなくなっちゃいますのでまあ本当にね、えー、困ったちゃんになっちゃうんでねまあ本当に一番ね起業した後に一番大事なのは本当にあの健康健康第一ですよねで、えー、まあ本当に心身ともに病まないということが一番大事ですね、まあ、どんだけあのこうねなろうが、まあ、お客さんがね来なかったりとかまあいろいろね、まあ、天候とか、えー、ねコロちゃんの時なんかはねもう本当に、ね、ウイルスさんのせいですけどね まあとか、えー、まあ、国のね、あの、政策次第でね、まあ本当に状況もね、いろいろ変わりますけれどもね、まあそんな時でもね、まあ心身さえね、健康であれば、まあね、えー、自分の体をね、えー、フルに使って、まあなんとかね、あの自分一人ぐらいはね、えー、生き残っていけると思いますので、まあ本当に健康大事だなというのをね、実感中でございます。はい。で、まああとはね、こうやって、あのー、 ね、せっかく支援をねあの手厚い支援をいただいたんだから、まあ、長くね、えー、やるということはねやっぱり重要だと思いますし、えー、これ見てたら大体多分スモールビジネスが多いと思いますので、えー、まずスタートアップでまず、うんまあ、お試しじゃないけれども、まあ、スモールビジネスからスタートしてだんだん規模をでかくして、まあ、ゆくゆくはまあ下関にね、えー、雇用をね生ま,生まれるようなね 大企業までねユニコーン企業まで育ってくれたらいいなというようなね、まあ、種まきの一種だと思いますのでまあこの中からまずはね起業,業する、ね、経験を積んでユニコーン企業になるような人材を育成するというようなね、まあ、趣旨と、まあ、あとは空き、えー、物件をね、まあ、埋めるというね、まあ、ミックスな政策かなと思うんですけれどもね。 えー、まあ若い子こそやってほしいなっていう感じですよね。まあ60過ぎてね、まあ、定年してからあの起業する人とかもねいますけれどもぶっちゃけ体しんどいやろうと思うんですよね。えー、経験がなくて立ち仕事をあの定年後にねやろうと思ったら、えー、必ずあの体にね無理がきますしガタが来るしで、まあ、お客さん来なかったらメンタルはね確実にやみますし、まあ、当初のねあいろんな えーまあ、最初はね、そういうキラキラパッケージじゃないけどね、まあ、こういう、えー、理想論とかいろいろあるでしょうけれども、まあ、それがねあ、通用しなかったってなった時にポキッと折れちゃいますからね、まあ、その時は本当に、えー、心身ともにね、病んじゃいますので、あんまりね、もう40代でも結構きついかなと思うんですけれどもね、もう60代で起業とかはあんまりしない方がいいんじゃないかなと、ねえー、思いますよね。まあ、それだったらもう、ね、あ退職金 を、まあ、老後資金にね、当てた方が幸せになるんじゃないかな、とますね。まず時間と、えー、金が、まあ、まず時間がね、なくなりますし、あの、金もね、えー、常に、あの、金のことを考えなくちゃいけないんでね、支払いが、支払いは待ってくれないんでね、で、まあ、支払いをね、あの、ちゃんとしないとですね、まあ、信用問題になっちゃいますので、まあ、そういう面でもね、えー、こう、回していかないといけないから、まあ、本当に、 まあ日々の、まあ、商売を始めてしまうとですね、まあ、日々のルーティンというかね、まあ、業務だけでまあ疲弊してしまいますからね、まあ、新しい、それプラスは新しいことをするっていうのは結構ね、あのハードモード、ねえー、だと思いますので、まあ、ある程度ね、最初から、えーまあ、そういう、ね、流れを作っとかないと、えー、しんどいと思いますので、始めてから結構変えたり、新しいことをするっていうのはね、結構大変だなと思いますので。 相当、えーまあ、体にね、ね、えー、リソース、ねまあ、自分の肉体とか精神とかね、えー、余力がないと新しいことをねできる、えー、リソースがないですからね、えー、余力っていうのはね大事あ,あえて、まあ、最初はね余力をある程度枠を作くとかないと最初から全力モードでそれでこけたら、えー、次の、ね、一手がないからもうそれで終了ってなっちゃいますからね えー、なので、結構ね、余力っていうのはね、大事だなと思いますよね。はい。なので、あのやるときはやる、えー、やらないときはやらないというスタイルで、あのうちはあのやってます。<laughs> ぶっちゃけ。はい。抜くときは抜いてますし、えー、やるときはもうとことん、えー、ね、あのー、本当にぶっ倒れるぐらいまでね、やります。えー、まあ、ぶっ倒れちゃいけないんでね、ぶっぶっ倒れる寸前ぐらいまでね、えー、やりますという感じですね。はい。 えー、というわけでね、まあ、中津飛ばつでね、17年来ておるね、えー、弱小ね、えー、自営業のね、居酒屋経営者がね、やや言うておりますけれどもね、えー、ただ一つ何が言えるかというとね、えー、羨ましいということですね。620万 !620 万羨ましい欲しい俺にくれ <laughs> って言いたいですね。はい、620万あったらね、あの、店も改装できてね、きれいにできてね、 あの、椅子とかもね、買い替えができるしなあと思いながらね、620万、俺にください。はい。えー、というわけでね、えー、心のね、あのー、嫌味をね、えーこう、吐き出しましたのでね。はい。まあ、そんな感じです。はい。まあ、でも本当にね、今の人って恵まれてるなと思いますよね。まあ、その働くにしろ、えー、起業するにしろ、えー 何にしようね、まあ、本当と恵まれてるなぁと手厚いなぁと思ってねまあ逆にまあ昨日のねあの動画でもちょっと喋りましたけれども自分のそのねあの限界、えー、まず種線をねあの苦労して、ね、死ぬ思いでね種線を作って始め ってなないいい人もももししししかかたららゃるれないんでその経験がないっていうのは結構きついなと思いますので金を作れない人っていうのはね、まあ、いずれ金で積むと思いますので自前である程度の金は種銭はね用意できるぐらいの、まあ、昔のね渡見の社長なんかでもね佐川急便とかで昔はねあのブラックロードをしてからめちゃめちゃね稼げた時期がありましたので、まあ、それで種銭作って、えー、坪8から独立してやったのかな。 だと思いますので、まあ、そうやってまあ最初みんなあの金最初のね金銭作るのに苦労してるわけなのでまあお金のね、えー、大事さとかいうかね、まあ、そういうのは、えー、始める前からねあの痛感してるわけなんでじゃあこれをねどうやって溶かさないようにね初期投資分を、えー、自分のね、えー、本当に血肉ですからね自分で稼いだ用意した、えー、最初のね事業資金っていうのはね血肉だと思いますので、まあ、それをどうやってね溶かさないようにするかまあ溶かさないだけじゃなくてね これをどう運用してからね、えー、増やしていくかっていうのがテーマなわけなので、えー、それが、えー、まあ、こうやってね、まるまる620万もらえる、で、まるまるお世話になったっていう方は、ちょっと弱いかなっていうのを、やっぱ、ね、客観的に思いますよね。金の苦労をやっぱね、しとかないと、えー、結構ね、えー、いずれも簡単に金で積んじゃうと思いますので、で、最初に、 まあその620万もらえるからずばっと結構ね、えーえー、金使いまくって、えー、そういう感覚になっちゃうと、えー、始まってからねあのランニングコストは見えやねえかとでちょっと売り上げも高めの設定に甘めな設定にね、えー、してて、えー、いざ始めてみたら全然売り上げなかったってなったら、まあ、支払い等でね簡単に積んじゃうと思いますのであそのねキラキラ わーっと綺麗ににししたねねを簡単に手放して、ね、次新しく始める人がね、えー、手出しなしで始められちゃうよラッキーみたいなね流れもあるかもしれませんので、まあ、これからだからあのそうやって、まあ、スタートアップの人が、ね、増えると思いますので綺麗にあに空き店舗をねまず改装してくれて、えーでまあ、すぐ辞める人もいると思いますのでそうなったらねそこをまた、えーね、使って新しくやろうっていうね、えー ハイエナ戦法のね、ハイエナ戦法のね、商売人も絶対出てくると思いますので、まあ自分自身は、えー、まあもう起業しちゃってるから、あのこのね、新しい創業支援のね、枠は使えないかもしれないですけども、まあね、えー、今、市内もね、なかなか綺麗なテナントっていうのはないから、 うん、そうやってねこうやって市が支援してくれて、まあ、市内のねあのそういうきれいなボロボロのテナントをね一回ちょっとリノベーをしてもらってで綺麗にしてもらってでまあそうやって、えーまあ、チャレンジしてもらって、まあ、ダメなら退場してもらってでまたその綺麗になったところを新しいねまたやる気のある人が入ってこうねで当たるまでこう回すみたいなね、やり方がいいんじゃないかなと思いますよね別に、えー、ダメな人をずっと支援する必要もないからえー まあダメならね退場してもらって、えー、またね新しい若い子にやってもらって、えー、こうね循環してもらって、えー、やるっていうのがいいんじゃないかなとずーっとねもうあの、えー、日本書紀古事記みたいな感じでね、えー、金ばっかりもらってね、えー、っていうような人じゃね、えー、ただのね日本書紀古事記になっちゃいますのでね, <laughs> ねそれじゃあダメなんでね、えー、ダメならダメで まあ自分でね、えー、把握しば、食いしばってね、えー、生き抜いていけるぐらいの人じゃないと、えー、せっかくね、あのこんだけ手厚い支援をしてもらってもね、あのー、下関市にね、恩返しができないわけなのでね、ただ単にね、もらいっぱなしでね、えー、自分がやりました、ウェイってね、言われてもね、いや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 ってなっちゃいますのでね、えー、下関市にね、こんだけ手厚いね、こういう支援、創業支援をね、用意してくれたら、 前田市長にね、恩返しができるようにね、えー、頑張ってね、いただきたいなーっていうね、えー、思いとともに、えー、市内のねこれから空き店舗がね、全部綺麗になってくるなーって思いますのでねちょっと楽しみですよねうん。まあちょっとこれから家賃等もね、上がっていくかもしれませんけれどもまあ、こうやってね、新しい、えー、まあ、創業支援ね、手厚い創業支援プラス えー、空き物件がどん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 リノベーションしていってね、綺麗な空き物件になっていくとですね、じゃあ開いたらね、えー、次私やりますっていうね、順番待ちがぎーっと並んじゃうと思いますので、これ結構下関的にはね、スモールビジネスの、えー、まあチャレンジ、本当にチャレンジショップみたいな感じじゃないですけどね、リアル店舗を使った、えー、チャレンジシステムみたいなのがね、なんか、えー、できたような感じがしますよね。 はいまあ、初期投資だけバーンと金かけてで、ね、あとはいじらなくてもいいぐらいの綺麗なな、ね、空き店舗が増えていくと思いますので最初だけ、ね、620万610万ばあって620万ばかりばらまいてるように見えるけれども、まあね、長い目で見たら、ね、初期投資だけで終わってあとは、えーまあ、その家賃補助等だけで済、ね、む感じでいけるんじゃないかなという感じですねもうう今あの残っててるようなな、ね、なテナントなんボボロボロなね。 70年、もう30年でも新しいぐらいだと思いますので、まあ40年、50年、60年物件ばっかりだと思いますのでね、市内っていうのはね、まあそれぐらいもう本当に創業して、そこで起業して、まあ私も思いましたもんね、今のこの場所で、えー、初めてね、あの中のね、えー、手中のこの取り板のね、えー、手直しする前の状態を見て、あここでや,やれるのっていうぐらいね、ボロボロでしたからね、もう汚いし。 うわっねでまあ、張り替えだけ工事とかしてもらってあとはもう自分でガーっと掃除してね、えー、やりましたけれどもね最初あこれで当時ねそうあの創業当初が27歳だったんで俺死ぬまでここでやるとして80歳ぐらいまでね商売してあとね 50, 50年60年やったとして、えー、自分は持ったとしてもこの物件が持つんかと60年後50年後まだこの物件あるのかと。 えー、そこにね、あのー、投資して、えー、じゃあ5年で、ね、そのビル、あの建物自体がダメになりましたってなったらね、回収できんやねえかとなっちゃいますもんね。今の場合はなんか本当に建物の方がね、先に朽ちてしまいそうで、結構ね、今改装中のところを見ても、建物がね、傾いてるところを、えー、テナントだけね、ピカピカにして、 やってるようなところって結構あるので、これなんかちょっと自信が揺れたりしたら終わりじゃないかなっていうようなところもあるんで、えー、建物問題というのもね、ありますよね。この空き家問題っていうけど、えー、もう花からもうその入れない、貸せないような状態の空き家っていうのもあるから、もう潰してしまわないとね、いけないような物件っていうのも多々あるわけなので、まあ本当にこの、だからもう近くのね、名古屋さんのところも建て替え、ね、70年ぐらい。 建てたような物件らしいんですけれども、えー、ね、この度建て替えになるから、本当に、下関で言ったらね、本当に新品のテナントビルっていうかね、テナント物件っていうのは本当に何十年ぶりにね、できるぐらいだと思いますので、めちゃめちゃね、えー、星野リゾートとかのニュースよりね、個人的にはそっちの方が、うわぁ、すげえ新品のね、テナント物件が立つわーと思ったからね、すげえなと思いましたからね。 個人的な、まあ、下関の最近の、えー、イベントというかね、まあ、そういうあ、まあ、杉村太蔵さんのね、新しい、まあ、屋台村みたいなやつとか、星野リゾートとかね、えーまあ、海峡と海峡を結んで、なんかこうビーってや、て t る飛ぶ、なんか、ね、レジャー施設とか、なんかいろいろありますけれども、個人的に一番激アツなのは、えー、新しいね、テナントを建て替える名古屋さんのね、通称、あのメガ名古屋構想ってね、勝手に呼んでますけれども、 名古屋、メガ名古屋が一番激圧やないかなとはね、思うんですけれどもね、まあ、それぐらい、え南房をね、リノベをしようが、えー、ね、テナント中をきれいにしようが、大元金焼きも,うもうガタが来てるっていうかね、ボロボロなんで、さすがに50年、60年物件をですね、えー、そのまま使い続けてもね、若い子がやっても先が見えないですからね、せめてね、65歳とか70歳ぐらいまでね、 えー、30歳とかでね始めて40年ぐらいはねそこで、えー、その物件で商売ができるようなね物件でスタートをねさしてあげたいししたいしっていうね、まあ、感じになりますしね、まあ、ただピカピカだとね今度は家賃がバカ高いっていうね問題が出てきちゃいますので何、まあ、とも言い難いですけれどもね、えーまあ、とにかく、うん、この下関のね創業支援、えー、ね この補助金っていうのはね激圧なんでマジでね、えー、これは皆さんねやった方が申請した方がいいんじゃないでしょうかっていうことですねでまあこの話が聞ける,聞けるのが、まあえー、創業支援カフェのねカラスタっていうね、えー、北尾さんっていう方がねやってるところなんですけれどもまあそれカラトにもありますしあの駅前のね大丸の中にもありますけれども、まあ、そこでね相談されたら、えー、いいんじゃないかなと、えー、安岡のね地元安岡のね後輩さんも 8月4日で、ね、オープンの、ね、飲食店を創業する前にねそこで創業支援ね相談に乗ってもらって、まあね、お世話になったということなんでね、まあ、まずは、カラスターから、ね、話を聞いて各種補助金の取り方とかね、まあ、創業マーケティング基礎事業計画、ね、収支計画の作り方まで丁寧に説明しますということなんでね。 まあこのね、スタートアップ実践塾っていうのをね、まず受講されたらいいんじゃないかなという感じでございます。という感じですね。はい。えー、というわけでね、まあ、別にそのね、えー、この度ね、えー、この度というか、この補助金を620万上限まで取って、 えー、それでねあスタートアップ始められた方が成功すればそれはね越したことはないし、まあ、ダメでも空、えー、きテナンとかねめちゃめちゃ綺麗になってるので、まあ、それで次の人がねまた入って速攻、えー、手直しなしでね、えー、手直しなし手出しなしでねできるというのはメリットがあるんでこれは本当にいい、ね、あの支援支援というかね前田市長ね、えー、グッジョブというかねすごいなというね、えー スモールビジネスがあふれるんじゃないですかね、下関、新しいね、ね、えー、企業の街、下関に、ね、なるんではないかなと、ね、思いましたというお話でございました。はいいや、もう本当ね、これ見た瞬間にね、あなんか、なんか、新しい商売してるなーと思ってね、うわー、620万欲しいっていうね、もう心の声がもうダダ漏れやったんですけどね、もうそしたらね、えー、すぐね、あの大阪のお師匠様がね、えー、今 EV、ね、ね電気 電気自動車、えー、ト u k クト,ゥク,トゥクト u k を売ってますけれども、マリ EV 事業だって言ったからね、えー、すぐね、あのコメント欄にね、<laughs> Facebook のコメント欄にね、勧誘が来ましたけれどね、えー、私あの、残念ながらね、あのフランチャイズ、ね、アレルギーなんでね、えーまあ、そうやってフランチャイズピンハネ商売は、えー、やりたくないのでね、丁、え、重、ーまあ、にお断りいたしますという感じでございます。<laughs> はい、というわけでね。 えー、これからね、本当に、まあ、年いってる人っていうよりは、本当に20代の人にね、バンバンやってほしいなっていうようなね、補助金だなと思いましたね。これ、ノーリスクですからね、もう20代で別に失敗しようが何しようがね、これで、まあ、少々ね、引っ張って、えー、まあ、赤字垂れ流しになったってね、まあ、そんな、20代でこけたってね、まあ、借金返せるし、えー、やり直しも効くから、これがね、まあ、40代、50代、60代でね、 えー、スタートしますよ。つってもね、えー、体がついていかないんでね、体がついていかないってことはね、簡単にメンタルもね、粉々になりますのでね、やっぱり、えー、まだやり直しの効くね、20代の、まあ、せめて30代ぐらいかな、20代、30代のね、若い下関席の若者にね、これを、なんだろ10代、10代でやってほしいな。10代、もう今ね、ネット環境ね、SNS とか YouTube とか何でもありますから、これ YouTube、YouTube 事業、 無理ですか前田市長。トリマンチャンネル。新規事業、ダメですかダメですかねクリエイティブ部門、会社、立ち上げたいです。620万、えー、ください。<laughs> ダメですかねっていうようなね、感じで。若い子もね、本当に、えー、すぐ、ね、今あったら、できると思いますので、10代のね、もう、高校卒業してすぐ起業でいいんじゃないかな、っていうような感じなんでね。ね、試せなしでできるから、 これはいいんじゃないかなと思いますよね。はい。で、まあ、10代の子がやろうと思ったらですね、まあ、そうやって、あの、エンジェルじゃないですけどね、こうやって出資者、ね、お金、応援してあげるよっていうようなね、えー、まあ、金持ちね、ね、えー、父さん、ね、パパ活パパって言ったら、ね、語弊がありますけれども、えー、若者ね、応援したいような谷町、まあ、谷町って言っても語弊がありますけれども、まあ、そういうね、えー、そういう、なんちゅうかね、見返りをなしに、まあ、地元のね、若者が頑張るんやったら、 じゃあ出資しようかというような、ね、方も結構多分いらっしゃると思うんでね、えーまあ、そういうね、谷町、えー、パパ活、えー、支援者、<laughs> 株主、な、ま、ん、あ、でもいいですけどね、そういう方の、ね、援助も受け,れ受けやすいのが、まあ、そういう、ね、年齢が若い方っていう方がね、えー、応援しがいがあるしね、えーまあ、変な推し活するよりはね、そうやって地元の若者を推、ね、して、えー、応援してね、金かけて、金かけてっていうね、こう、金。 課金した方がね、楽しいしね、うわーってそういうね、地元の子がこうビッグになる姿をね、見てる方が、えー、ね、おしがいがあるからね、やっぱり若いうちに始めるっていうのはね、大事じゃないかなと思いました。はい。えー、というわけでね、私もちょっと、あのーね、創業支援カフェ、カラスタさんに行ってですねクイ、トリマンクリエイティブ部門のね、可能性についてね、えー、ちょっと相談に乗ってもらおうかなと。で え、市内で創業をね、希望する方、8月の19日、26日、9月の2日、16日からね、10時半から12時ぐらいまで、まあ、カラスタか、オンライン、ズームで、ね、スタートアップ実践塾やるそうなんでね、私もクリエイティブ部門でね、補助金もらえないかね、聞きに行ってみようかなと思います。北尾さん、お願いします。はい、というわけでね、書籍ね、 本当に起業しやすい街になったなっていうのはね、これ甘やかしすぎじゃねえかというぐらいに、えー、もうもらってない世代としてはね、う、え、ぃ、ーえーってなるぐらい、もう手厚すぎるほど手厚いね、羨ましい。ただただ羨ましいというね。で、まあ、えーまあ、金もかけるけども、かけるだけの価値があるような、まあね、うまいこと、えー、なってるような、えー、仕組みだなっというのをね、その空き物件の綺麗にしてねこう、うじゅんぐるうじゅんぐるい。 えー、できる人は回してね、行くみたいなやり方っていうのは素晴らしいんじゃないかなと。ね、ダメならすぐ退場でね、すぐ新しい人が来てまたね、えー、やる気のある人はやったらいいじゃんっていうような感じでね、えー、いいんじゃないかなと思います。前田視長すげえなとね、思いました。はい。というわけでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、終わります。